1998年6月、日本を代表するツーリングワゴンレガシーは3代目へと進化した。一方セダンは B4 という新しいネーミングを与えられ、半年後の12月にデビューを飾った。3代目レガシーは2代目に対してさらにホイールベースが20ミリ伸ばされ2650ミリとなった。とはいえ全幅方向の拡大はなく、5ナンバー枠は守られた。足回りではリアサスペンションがストラットからマルチリンクに変更され、走りの質感が向上している。 FF モデルが完全に姿を消し、全てが 4WD モデルとなったことも注目点だ。発売当初設定されたエンジンはワゴンに5つ、 B4 に2つ、2リットルターボは新たに車流タービンを採用し、トルクアップとともに燃費が向上した。2000年からは3リットルの6気筒エンジンも追加されている。3代目レガシーでも主役が GTB だったことに変わりはない。今回はより走りの性能を高めた GTB E-Tune というグレードが人気で、途中から標準の GTB は消滅することとなる。一方3代目のレガシーではセダンも独自のキャラクターをアピールした。 B4 としてスポーツ志向のユーザーにターゲットを絞った戦略は成功し、セダンとしては異例のヒットを勝ち取った。エンジンはRSK が2リットルターボ、RS が2リットル NA というシンプルな構成だったが、途中で 2.5 リットル NA と3リットル NA の6気筒モデルが追加されている。内外装でポルシェデザインとコラボレートした限定モデル、ブリッツェンも3代目レガシーのトピックだ。2000年モデルでは B4 のみに作られたが、好評だったため、翌年にはワゴンボディも設定された。2002年には6気筒仕様まで登場し、レガシーの新たなキャラクターとなったのである。